はい、そしたらラスボス行きましょうか。これがね、汚れですね。国神汚れ。みんな力を貸してということで、さあこれでわかんのかな。お前早くしろということで、やったか。致命傷に至っていない。グッ。そういえば時間妖怪の概念なんかあったな。あ、僕と同じ顔。ああ、2人ともこんなに傷ついて。いきなり神としての力を取り戻すのに時間が。これプニ神か。ええ、ですが今はこの子をそちらの蓮を癒します。そちらの蓮、未来の蓮だったのか。やっぱりトランクスみたいに性格が違うな。別世界の蓮。顔もちげえじゃん。結構パラレルワールド。あ、すごいな。誰かパラレルワールドって言ってたぞ。何もかも。あ、消えちゃったんだ。なんかドラゴンボールスーパーみたいな世界ですね。別世界の蓮でした。なんかお父さんの方が良かったな。あ、すごいな。パラレルワールドって言ってた人当たってんな。偉いな。すごいな。じゃあこの女の子が追加、少女が追加妖怪なのかな。はい、ということで、あ、エンディングだ。一応これ前編なので、汚れが、あ、フリーザ状態。これやっぱり全体的に あの漫画のパクリなんだな。トランクス的なフリーザ的な。なるほど。はい、さあ何をするんだろうということで、それはまた後編ですかね。